あからさまねめんどくせえ声出すんじゃねえよ。<laughs> すみません <laughs>。はい、こんにちは岡田です、えー。個別コンサル今日はアストロズくんですね、えー。こんばんは。こんばんは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日聞きたいことが、えー、頭皮トラブル、肌ケアっていうこ <laughs> はい。えっ、ーえー、と、はい、頭にかゆみが強くなるってことね。そうですね。うん。かゆみ。はい。 これは、えー、とけはは出てるけはそんな出てはいないんですけど、なんかニキビみたいなのがちょっと出てて、あああ赤み。そうですね、あのうん、プツっていう感じで。えっと、これはさ、えーと、1年間のうち、通年でいうとどれぐらい出る、はい、もう基本的に年中。あ年中出るっ、ね、てます、はい。じゃあ、乾燥してる季節も、梅雨の季節も出る。 そうですね。かゆみも年中ある。かゆみも年中あります。薬剤、要はパーマとかカラーとか最近したパー,あパーマもかけましたし、うん、カラーも最近しました。そのかけた後にさ、はい、その美容師さんから赤くなってるって言われた、えっと、もうかける前からちょっと全体がちょっとうっすら。うん まだら状に赤いみたいな状態なんですよ。常に。それは言わ,言われた。言われました。あ、で、あの相談してるちゃんと。相談もしてます。あ、オッケー、オッケー。じゃあ、例えばカラー剤とかを使うと、前に、はい、あのー、ちょっとこう、頭皮をケアするクリームは塗ってくれてます。 あ、それは塗ってもらってます。あ、オッケイオッケイオッケイ。はい、それは大丈夫、ね、で、はい、えっと次がえー、っとシャンプーをすると翌日に痒みが強くなる。それとシャンプーは大丈夫っていうことなんだけど、はい。えっと今シャンプーはどれぐらいのペースでやってるの？とまあ市販のシャンプーはもう全く使ってないんですけど、うんうん。それとシャンプーはだいたい週に一回とか十日に一回ぐらい使ってまして、でそれ以外はまあ有シャン塩シャンで。 やってるっていう感じね。はい、で、えっと、シャワーヘッドは何使ってるシャワーヘッドは、つい最近までは、もともとアパートについてたやつ使ってたんですけど、最近、リファのものに変えて、うん、あのできるだけこう細かい水が出るの。スチ,チーマーみたいなやつね。 そ,うですね、そのランク1個低いやつなんでスチーマーまでは出ないんですけどかなり細かいこう頭皮よりも細かいものが出るっていうのには変えて、うんね。変えてやってるっていう感じで。でえー、っと髪しっかり洗うじゃないですか洗い流すじゃないですか。はい、でその後にお風呂出た後に、はい、えっとに乾かすまでの工程なんだけど。 タオルドライは何分ぐらいやってますタオルドライは5分ぐらい、ね。あ、じゃあそ,それをね、ちょっとやりすぎてるから、タオルドライを、はい、あのー、えっとね、流れ的には、はい、うんと、お風呂上がるでしょはい。で あ使うよね。使う人だよね。そうですね。一応。うん、まあ、使うんですけど、シャワーの方が多い。うん、ああ、使った方がいいよ、絶対。あわかりました。はい。あのー、えっとね、浮かせてあげてほしいのよ、汚れを。はい,はい。シャワーだけだと絶対取れないから、はい、あのー、なんだろう、こう入浴して浮かせる大前提の油ンなのよね。はい。うん。だから、 入浴して、ちゃんと使って、汚れが落ちた状態でそれをしっかり洗い流すようにしてほしいんですよ。あからさまにめんどくせえ声出すんじゃねえよ。すいません。ぬるま湯でいいからさ、追い出きがないんでしょ追い出きはあります。あんだろ疲れよ。すいません、ちょっと。 毛穴をちゃんとやっぱり開いて浮かせてあげるっていうのが何よりも大事だから、はいうん、でそうしないとこうそれでノーシャンプーだと足りないからちゃんと浮かせてあげてから洗い流すっていうことをやります。で、はい、そうするとなぜこれ聞いたかっていうとお風呂上がったあってちょっと汗が出るんですよね。はい、うん、出ます、うん、だから あのー、今の季節だったらシャワーで洗い流した後に、はい、ちょっと、まあ、水じゃなくていいからちょっと冷たいなって感じるぐらいのやつで、はいはい、最後仕上げて全身シャワーしてあげてほしいのねそうすると、はい、汗の量が減るのであなるほどで,でタオルドライしますでタオルドライ ししながら水を一杯飲むでしょ、はい、お水一杯飲んで,でその間に顔のケアを終わらせます、はい、でそしたらすぐに髪のドライヤーいってほしいのねわかりました、うん、だから要は肌ケアがだいたい多分2分ぐらいで終わると思うから23分ぐらいで,、はいうん、ですぐドライヤーをかけるんだけど、はい、あのしっかり乾かしてくださいしっかりしっかりあのー リファーリファ使ってます。うん、そしたらあの、最初まずは、はいえと、音霊切り替えがあるでしょ、はい、音霊切り替えの強風があるでしょあります。うん、あれで後頭部の根元から、はい、頭皮で、あと耳から耳の根元から頭皮、頭皮をとにかくしっかり丁寧にちゃんと乾かしてください。わかりました。最、うん、最後に、えー、と最後にっていうか 次が、えー、とセット風で上から下に髪かけてあげてって、はい、でその時も時々頭皮を風当ててあげて髪をめくってね、はい、で最後に冷風で上から下に仕上げるっていう感じで要はあの髪乾かした時はもうカール感とか全部取れちゃってもいいぐらいあどうせ翌日のセットでやるからあそうですねうん、うん、あの例えば鏡を見ないで トライヤーで乾かした時に、はい、終わった後に見たらするってもストレートになってるぐらいでいいですよ。うん、うん、それぐらいこう上から下にかけてあげていいんで最後の仕上げは。はい、でセラミドはちょっと一回休んでみてください。は休んで大丈夫ですか。うんうんあのえー、っと四年前ぐらいから出始めたんでしょ。そうですね。できっかけがえー、っと A G A 治療薬でいいのかな。 のを半年間やってやめた、多分僕、これのやめた副反応だと思うんだよね。ああ、やっぱりそうですか。うん。その強いお薬を使った後に、はい、はに、それをやめた後に出る、体が元に戻ろうとしてる副反応がきっかけだったと思うんですよね、多分はい。でそこからずっと治りきれてないっていう状態だと思うんですよ。なるほど。うん、やっぱりうん。だから、れはい、うん。だからとは思、いはい、うん,なんです。はい えっと、そういうこうまあナチュラルな当たり前のやつをやっていかなきゃいけないんだけども、はい、あの油シャンっていうのは必ず入浴で使う大前提の話なのでうんうんだからあのー、アストロズ君の投資的にはシャンプーを使わないという選択は合ってるんですよはいだ,だからそれをする代わりに必ず使ってくださいってことねああわかりました、はい であと1日正直に何時間ぐらい寝てる寝てるのは、うん、えっと6時間ぐらいですだよね。それを頑張って8時間にしてほしいのね。8時間うんあの。やっぱり人は絶対8時間以上は寝なきゃだめ。ああ<ー>。うん、6時間でもいいかなっていう。いや6時間じゃやっぱり足りない。特にあなたの場合は小心者じゃな <laughs> そうなんですよでそうその要は仕事でその自分にかかるストレス的な部分も要因は必ずある、うん、いろんな要因が複合的に合わさってるんですよね。で寝ることっていうのは肌の再生もそうなんだけど、はい、あの心の再生の部分も大きいので、うんうん、しっかり、あのー、あの米軍式睡眠法とかを極めて。 っかりあの深くしっかり寝れるように、はい、は8時間ちょっとあの,とあの結局畑やとか頭皮系の悩みっていうのはんだろうなもう最終的にこう突き詰めると睡眠なんですよ。 そこがやっぱりちゃんと整ってないとあのあ<れ>医者もお手上げなんですよ。人間の一番大事な再生機能再生タイムなんで最近は前ほどでもないけどだろうな結構見てるとやっぱアストロズクはどっちかというと結構夜遅めのメールが多いのね。 そうです、ねうんうん、はいだからやっぱりこう10時以降とかはスマホとかパソコンとかできるだけ触らないようにしてはいっていうふうに睡眠をしっかり質を良くするっていうことがすごくうそうす、ね、大事はい、うん、ちょっとはい気合い入れてやりたいですその そのは睡眠例えば6時間の睡眠をきっ,かりあきっちり2時間プラスして8時間寝るっていうのは、はい、これどんな畑屋にもかなわないからあそうなんだ、うん、どんな畑屋でもかなわないぐらい効能があるおお<ー>うん本当にだから7時間ぐらい寝れた時は、うん やっぱりその,普段の6時間のときと違うというかやっぱりこう体のこうが軽いという,か,てうんですか確かにそういう感じはあるんで8時間したら確かにはいおっしゃるようにあともう一個気になったのが畑、あのーはい、の工程なんだけど、はい、多分これ秋冬から春夏って同じ工程やってるでしょう。 工程自体は同じこれも必ず自分の、あのー、肌の状態を見ながら、はい、ベタつくまで保湿しちゃダメだからね、はいうん、だから春夏は絶対に保湿クリームとかの量が減ったり例えば乳液でとどめるとかあ、はい、そういうふうに調整は絶対するべきで、はい、秋冬と春夏全部通年同じ工程をしてるとしたらそれはやりすぎたりしてるんで。 あそうなんですね、うん。で、ただそこは自分が寝るときのエアコンの風の当たり具合とか部屋の乾燥度に影響するんですよ。なるほど、うん。だから朝起きて肌が起きたときにパサパサになってるようだったら保湿が足りない。で、逆にベタついてるようだったら保湿しすぎなんですよ。そこをちょっと自分でチェックしながら調整してください。はい、はいうん、分かりました。一応まあ保湿クリームちょっと 少なめとかではやってたんですけど、確かにそういった細かいところまでの意識は行き届いてなかったので。基本的には保湿クリームは春夏は本来はつけなくていいものなんですよね。あそうなんですか。うん。そこをちょっと見直してみたほしいかな。はい、わ、うん、かりました。そんな感じかな。 他に聞いておきたことありますか他にあの、うん、実録を取って送ります。うん、最近ちょっとはい、うんれ、ちょっとあ,のあまり遅れてなかったので。分かりました、はいで。これ10時過ぎてたら怒るからね。10時は過ぎないようにはい、うん、早めに送ります。あ、10時過ぎてたんでコンサル停止ですとか言うから。<laughs> <laughs> それははい、それだけは避けたいです。<laughs> 正直者だから真似受けちゃうからね。たまに、そうですね。<laughs> まあだからゆ、ゆっくりは寝れてるあ寝つきはいいそうそうまあでもたまに眠れない時もあるんですよ、うん。あ,のまあ週2週間にいっぺん、3週間にいっぺんぐらいはなんかこう寝つけなくて。考えすぎちゃう、いろいろ。 なんか考えてるわけではないと思うんですけど、うん、なんかちょっと理由が分かんなくて。うん、もしあの寝床に入って30分寝つけなかったら、はい、1>, 1回出ちゃった方が寝れるからね。あ、そうですか 1>、うん。1回出ちゃって、はい、あのお布団から。はい、5分ぐらいでいいから、あのはい、お水飲んだり、ちょっと体を冷やすといいよ。あ冷やす、うん、そしたら、またもう1回寝つけるようになるから。 ああ確かに体ほてってるときかもしれないですね。一番いいのはねあの今の季節だったら、はい、エアコン寝る前、ねまあ今節電であれだけど、はい、ガンガンに一回冷やしておいて、はい、で寝るときに27度とか8度とかに設定して寝ちゃうといい。わ、うん、かりました。ちょっといろいろ試してみます。とにかく早く寝るってことを目指してください。わかりました。はいはい。 ではそんな感じで、はいありがとうございました。ありがとうございます。はい失礼します。失礼します。ますご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。